ちょこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、今日も日本シリーズ第3戦が行われました。はい、昨日舞台は京セラドームに移り、はい、1日お休みじゃないけれども、まあ、移動があってね、はい、はい、ということで前回ね、はい、あの、まあ、3戦が始まる前に3つのポイントということで、うん、そう1番指名打者制に変わると、うん、まあ、これは誰しも分かってることなんだけども、はいはい、打順がどうなるかっていうのが一つのね、うん、ポイントを握ると、打順と誰が指名打者になるんだろうかっていうことと、そうそうそう、で2番打者の役割、はい、ここも大事なポイントだよ、ね、でそのプラス書きはしなかったけど、うん、どういう細かい作業ができるかどうか、うん、まあ、送りバントだったり盗塁だったり、はい、そういったものがどういうふうな、まあ1点差勝負とかそういうことになってくるからね、うん、そういうふうなことでお話をした。はい、で3つ目に山田哲人と先頭打者、はい、オリックスはね、オリックスね、まあ、なんといっても山田が復活してくれないと、うん、やっぱこの先きつくなるだろうなということで、はい、まあ、山田と、まあ、先頭打者が出た時にはオリックスっていうのは点になってるので、うん、まあ、そういうことで、ね、攻撃の先頭打者ということですね。そう、一番バッターで、そういうことで話してて、はい、指名打者の時にキブレハンが、あ、そう、ね、ベンチ外だったって、すいませんね、サイスニードが投げる時はね、外国人枠で入れないということで、すいませんでした、ちょっとね、うっかり山でした、うん、とちりましたすいませんでした、ね、すいませんでした、はい、皆さんがね、ちゃんとご指摘いただいたので、うん、まあそうだったってことなんで、ね、すいませんでした、そう、すいませんでした、ちょっとうっかりしておりました。はい、それで結果を見せる前に、見えましたけどね、見えたはい、今日の、はい、オーダーです、オーダーです、はい、ね、なんと、まあ、だいぶ変わりましたよ。まあまあ、オリックスがね、オリックスの本拠地だからオリックスの方から行くけども、うん、やっぱ足立を1番に入れてて、うん、よかったのに足立が、はい、福田、ノーヒットの福田を1番に持ってくるんだよね、うん、高橋奎二が投げるのに左の1番福田を持ってきたという、うん、で、はい、吉田を4番から3番に上げたという、そして指名打者ではなかったというね、そうそうそう、で4番に頓宮を持ってきた、ファーストでね、はい、で、まあ当たってない、うん、まあチャンスにはすごく強いんだよね、宗って、だからチャンスが来るであろう5番に宗を持ってきた、はい、中川も3番から6番に持ってきた、ここら辺で貯めといて、この2人で返したかったのかなという、うん、で杉本が DH に入り、杉本が DH に入るとは思わなかったけどね、うん、で伏見、紅林、宮城と、はい、紅林が当たってるからね、そうですね、一番、まあ、9番に下げるというのはどうだったんだろうなと思ってね、うん、この意図っていうのは、この意図っていうのは結局吉田を徹底マークされてるじゃない、はい、だからここら辺で溜まってくるから、まあ左に対して頓宮ってものすごく結果が出てるんだよね、うん、はい、まあ、そのバッターを吉田の後ろに置いて、勝負強い宗、当たってる中川、こういう人たちを吉田の後ろに回して、うん、この2人は前だったよね、はい、吉田の後ろに回して吉田を返そうとする、これに切り替えたというふうに見た。なるほど、はい、まあ、ただ意外は意外でした、まあ、ちょっと意外だったね、うん、こんなに大きく動かしてくるとは思わなかったし、まあ足立の2番というのもちょっとびっくりしたけどね、はい、足立1番福田2番だったらちょっと納得いくけども、うん、ちょっとここら辺は順番はどうなのかなっていうのは感じたけど、はい、はい、でヤクルト、はい、まあ DH に入ったのはサンタナ、うん、やっぱキブレハンが、メンバーに入ってきたという、これはなんとなく予想がついたことでしたかね、予想はされたよね、うん、で2番に宮本、うん、でなんと1番と3番を変えてきたという、うん、過去にもあるんだよね、連敗してる時とか山田の状態が悪い時、 DeNA 戦だったと思うんだけども、うん、山田を1番にして初球ホームラン、先頭打者ホームラン、うん、やっぱ見事に応えた時があって、うん、まあそういうイメージもあるんだろうね、何も考えるな、もう思い切っていけるっていうところですか、ね、だからここを打つとさ、村上にどうつなぐとかさ、まあいろんなことがあると思うんだよ、まあ前2人会った後でそうだね、ってこともありますし、ね、うん、だからもう何も考えるな、もうとりあえずお前の本能でやれみたいな、うん、まあそんなところがあるんだと思うよね、はい、まあそれで山田を一番にして宮本、はい、はい、まあ塩見がちょっと心配だけどね、うん、当たってただけに打順を3番にされてどうかなっていうようなところはあるんだけども、はい、まあこれはチームのためだからね、まあ、山田を生かすため、山田を生き返される、
させるために、はい、まあ、生き返らせるため、うん、そうそうに一番になったっていうね、はい、で今日の先発は宮城と高橋圭一だ、はい、はい、ということで、はい、試合を見てみましょうかね、ちょっとポイントを、はい、見ていこうと思うけども、はい、まあ結局7対1でね、ヤクルトが勝つわけだけども、はい、まあ7対1っていうのはやっぱりこうなんていうの、ヤクルトのいいところがやっぱり際立つし、うん、まあ、オリックスのちょっと悪いところが目につくというね、うん、まあ、そういう試合になったんで、うん、まあ、ちょっと口辛くオリックスの人たちファンには聞こえるかもわからないけども、うん、今後生かすためにねと聞いてほしいなというふうに思いますけども、はい、さあ初回、はい、高橋の立ち上がり、宮城は最高の立ち上がりしたんだよ、はい、で緩急を使いながら、はい、で初回高橋、うん、やっぱりこう力投派だよね、うん、ボールがやっぱ上ずってたんだよね、でいきなり福田にフォアボール、先頭打者出た、うん、ね、どうするか、立ちが送る、うん、あ、やっぱり2番に送らせた、うん、初めてこのシリーズ送らせてきたんだけども、うん、2番にね、はい、でもね、その足立がね、ボール球やるんだよ、はい、で初球ボール、2球目のボール球もバントしてファール、うん、で3球目ストライクを成功という形なんだけど、やっぱボールに手を出す、うん、で吉田、まあ吉田にはあんまり言いたくはないけども、やっぱ高めのボール球なんだよね、うん、やっぱこう高橋が助かったと思うんだよね、うん、で頓宮が三振ということで、はい、だからなんとなく助けた、うん、立ち上がりだったかなっていうふうに思ったね、うん、でもそっから高橋奎二がもうどんどん乗っていくんだよ、うん、でも村上のリードも素晴らしくうまかったけどね、中村中村そうそうそう、はい、中村のリードも素晴らしかったけど、はい、まあ立ち直らすためにやっぱカーブをちょっと多めに使いながら、うん、やっぱこうほぐしていくんだよね、うん、うん、そしてまっすぐこう柔らかくなったところでまっすぐを投げさせて勢いをつけていったというね、でそれ緩急ということにもなる、まあもちろん緩急、ね、そうそう緩急にもなるし、やっぱそういう変化球が入ると、うん、やっぱオリックスのバッターたちって厄介になってくるよね、なるほど、うん、で4回、はい、チャンスを作る、それオリックスですね、オリックス、はい、吉田が初ヒット、うん、頓宮がサードゴロでゲッツー崩れ、はい、リクエストして、あ本当はゲッツーで終わったかなと思うところをリクエストして、うん、頓宮がファーストに生きた、はい、で宗が、センター左にツーベースヒット、うん、ワンアウト2、3塁、うん、バッター中川、うん、ちょっと期待持てますね、いや期待はしたよね、はい、でまあヤクルトの方は内野の守りってどうするかなと思ってちょっと下がってたんだ、うん、あ下がってるというか、まあ、前進だったバックホームだったんだよね、うん、まあだけど高めのボール球を振って三振、うん、それがフルカウントからやっぱ満塁にしても杉本伏見で打ち取りに行こうかなっていう少し余裕があったんだよね、ヤクルトのバッテリーに、うん、だからボールでもいいから腕振ってこいよっていうようなことで、なんかこう歩かすかもわからない両天秤かけて、例えばボールを引きつけて右方向に打てばなんかフォアボールは取れたようなボールだったんだけど、うん、中川が打ち返しに行っちゃってたんだよね、うん、まあ、それでボール球に引っかかって三振で杉本、はい、ね、2エンド2からやっぱ高めのボール球を振って三振という、うん、だから初回からなんか大事なところでボール球を振るんだよね、しかも結構分かりやすいボール球だったりしましたよね、そうなんだよ、ただね中村の配球がうまいのは、うん、はい、やっぱ相手の弱点であるところにやっぱ放り込んでいくね、うん、最後にね、うん、で遅いボールを見せといてもうそろそろまっすぐだよって、そのまっすぐが壺の近くの打てないところ、うん、壺の近くには欠点もあってって、うん、そこに要求して、この回は高橋奎二がそこに要求通り投げれたんだよね、うん、まあ、それで連続三振を取った。ここで1点取っときゃ流れは変わったと思うんだけども、うん、その裏宮城の顔を見てて、うん、中川が三振した時かな、あーって手が仰いでたけども、やっぱそういう精神状態になっちゃうとさ、うん、やっぱ次絶対抑えなきゃいけないという力みが入ると思うんだよね、うん、はい、それで、5回
山田が先制スリーラン、先頭打者中村がレフト前ヒット、はい、サンタナチェンジアップでやられてた、そのチェンジアップを狙ってセンター前、はい、キブレハン、ノーアウトをランナー1、2塁に置いてバントでもよかったと思うんだけど、うん、キブレハンバント多分できないと思うんだよね、うん、だから打たしに行ったんだけどショートフライ、はい、で長岡、セカンドフライ、はい、ここはねなんかちょっと淡々と2アウトまで来てしまいましたよね、うん、急にね。で山田が初球、うんうん、インサイドの速いボールを見せられ、うん、ちょっとこう入れた感じで見逃したんだよね。うーん、ということは、あ、これ第一戦の時にあのオスナのところで解説したんだけど、うんうん、何にも反応しなかったら、はい、別のボールを絶対狙ってるよっていうふうに思った、あのそうやって狙われたよね、うん、インサイド、うん、アウトコース、はい、もうピクリともしない、はい、変化球を狙っていて山本のカーブを打った、はい、ね、あ、やられたと。山田はちょっと違ったんだよ、うん、ここがねヤクルト打線の厄介なとこなんだよ。はい、ということでちょっと山田選手のその打席の解説をしてみたいと思います、はい、まず1って書いてあるのは1球目の先、今言ってた話ですね。1球目ここをね、はい、こうやって何の打つ気もなく見逃したんだよ、はい、だからねおそらくねオスナのことも頭にあったんだと思うよ。反応しないボールに対しては続けてもいいと。ああ、それはリードっていうことですか。そうそうそう、はい、で反応したら別のボールにしろ、反応っていうほど反応は全然してないんだよ、うん、山田。でも俺は山田のスタイルをずっと見てきてるから、はい、1球目様子を測ったんだと思うんだよね、うんうんうん、でここら辺のボール、これをホームランするわけよ、うん、それ2球目なんですね。2球目ね、うん、で2戦の流れからすると、はい、このボールはヤクルト打線は打ってこないんだよ。でも山田は打ってきたんだよね。それが見事にホームランになるんだけども、はい、3回に初安打打ってんだよ、うん、内野安打をね。はい、もう必死に走ってました。必死に走って、はい、でもその1本のヒットがこのホームランにもつながってる。やっぱ気分的にはねすごくね楽になるもん、その一本が。だからこのホームランにもつながったという、このね守備にも後で解説するけど、はい、ここにも落とし穴があったね。はい、で山田スリーラン、もう見事なスリーランで、はい、まあ、この時に村上がベンチ前でもうほんと満面の笑みで喜んでる、子供のように、子供のように跳ねて、うん、もうでもねあの笑顔ってやっぱね自分もバッターで超一流になってるじゃない、うん、山田も一流なんだけどもさ、うん、やっぱ一流がここまで打てなくて三振の山を築いて、でもここで打ったその喜びだとか解放された山田の気持ちもうすごく分かったんだろうね、うん、だから我がことのように我がことよりも、うん、喜んでたあの姿っていうのはやっぱりいい姿だったなって思うよね。いや、ずっと村上選手を映しといてもらいたいぐらい。そうだな、本当に。いや本当ね、もう飛び跳ねて、まあ、あれを見ただけでもいいチームだなって思うけどね。うん、まあ、みんな嬉しそうでしたよね。そう、うん、で7回この丸山先頭打者で出てきて、はい、ワンストライク後セーフティーバントでした。はい、内野安打、うん、まあ、キブレハンに代わってリードしてたから守備固めから入ってるんだけども、はい、セーフティーバントをして、はい、長岡がね、うん、バントの構えからバスターエンドランにワンボールから切り替えるんだよね、はい、うんうん、まあ、それをサードファールフライにするんだけども、はい、あれはやっぱ決めてあげなきゃいかんな。うん、でも細かい作業が出てきてるよヤクルトには。うん、それで、山田の2球目に盗塁、はい、完全に盗んで、うん、その山田はフォアボール、はい、で宮本が、ファーストゴロ、はい、塩見がデッドボール、うん、ね、で満塁村上もう逃げることができない、はい、まあ竹安が投げたんだけど、うん、この時はね、うん、まあやっぱ貫禄だね、押し出しのフォアボール、うん、まあ、オスナが三振して、まあ、1点止まりになるんだけども、はい、やっぱ丸山という選手が出てきて起点の効いたことをやりだしてきたし、うん、まあ、盗塁も決めるという非常に大きな戦力をね、うん、ここにして得たというね、はい、はい、でオリックス7回、
2本のヒット、うん、中川が先頭バッターで出る、はい、まあ、杉本がまた高めで三振で、伏見が見逃し三振、うん、3球三振、はい、で紅林がライト前ヒット、はい、福田に回って見逃し三振という、うん、あのね、オリックスのバッターって積極的に行くとボール球も振っちゃうんだけど、はい、やっぱ怖さはあるんだよね、振る力があるだけに、うん、だけど劣勢になってくるとやっぱボールを見なきゃいけない、ボール球を振っちゃいけないという思考になるのかな、今度はねストライクが振れなくなってくるんだよ反対になってきたってことですか？だから逆なんだよ、はい、だからオリックスのバッターっていうのはもう終始攻めでいいと思うよ、うん、じゃないと打てない、うん、うん、だからここのチャンスもなんかアウト3つが三振なんていうのはさ、うん、オリックスのバッターたちから考えるとあんまり考えられないんだよね、うん、うん、だからもうちょっと積極的にいってほしいなっていうふうに思いました。はい、はい、で9回、うん、ね、山崎幸太郎からワンアウトから山崎幸太郎がセンター前、はい、うん、塩見がまたデッドボール、ね、当たってるっていうか体に当たってるっていうね、はい、で一二塁から村上が、右中間へツーベースヒットで2点タイムリーヒットと、うん、まあ、エラーも絡んでるんだけどね、うんうん、うん、だけどまあここら辺はやっぱこう貫禄があるし、まあまた明日から嫌な感じだよね、押し出しのフォアボールは取る、はい、ダメ押しは打つ、ねね、3打点ということでね、やっぱ4番らしい活躍をしているということ、はい、でこのゲームを振り返ると、うん、村上、丸山がやっぱそれぞれファインプレー、うん、まあ、村上は抜けたら三塁線ツーベースになるところを横飛びで取って、うん、まあ、一塁にアウトにするというね、はい、やっぱ守備でも見せてくれた、うん、で丸山はもう起点が効いたプレーを見せながら吉田正尚の打球をスライディングキャッチをしているという、うん、はい、ことなんだよね。でここで話したいのはポイント、はい、1番山田、はい、シリーズ初ヒットが内野安打、ここなんだよ、やっぱりミソは、ミソはね、ミソは、はい、で3回に出るんだけどもさ、うん、やっぱ追い込まれてから、うん、なんていうの、こう追っつけるように、やっと追っつけるようなバットに当てて、うん、まあ、セカンド足立のセンター寄りに飛んだんだけどもさ、はい、これ詰まってて足立の足が動かないんだよね。うーん、あれね、少し前に出てきて速いステップワークでファーストに投げたらアウトなんだけど、バッターの心理ってさ、やっぱりね、一本ヒットが出るとやっぱり少し気分的には楽になるんだよね。内容というよりやっぱ結果なんだよ、うん、だからそれが決勝のスリーランにつながったとは思うんだけども、はい、やっぱあの足立のプレーっていうのはやっぱ明暗を分けたね、今日の試合の中で、うん、見えないポイントかもわからないけども、あれはね、セカンドとして、俺もセカンドだったけど、内野安打に絶対しちゃいけない打球だったんだよ。うん、でもやっぱ安全にこう足立が取りに行って、山田の足っていうのがあそこまで速いってあんまり入ってなかったのかなっていう、まあそんな感じもしたけども、いつもよりは少し早かったかもしれないですね。まあそうだね、必死だったからね、うん、だけど、はい、その打順の変更によってやっぱプラスに出たのがヤクルト、うん、でマイナスに出たのがオリックスっていうふうに思うんだよ、うん、まあ1点は9回に返したけどもね、はい、もうその時に高津監督は久保と小沢を使うんだ、はい、そうでしたね、このシリーズ初登板のね、はい、うんうん、やっぱ点差があったし使いやすかったし、うんうん、でも1回慣らすことができたというのは、うん、これはヤクルトにとって収穫の大きいあのゲームにもなったしね、はい、だからその1番山田を使ったという、うん、1番に持ってきたと、当たってないやつを1番に変えるって、はい、なかなかできないと思うけど、うんうん、でもそこがやっぱ高津監督のやっぱシーズンからずっと山田を見てきて、やっぱ山田の性格だとか、うん、そういうのをよく知った監督ができる技だよね。うん、まあ見事な勝利だったと思いますよ。はい、そしてね、豊さん言ってたお休み明けの山田選手はやはりやりましたね。そうだね、休み明けというか、うん、まあ強いっていうのがね、はい、前々からあったし、すごくそういうことで、はい、山田が機能してくれたよね、うん、まあ、これで心配いらなくなったね、うんうん、ということは、ということはヤクルトが一緒ということで、はい、こ
こういうことになりましたね、はいはい、お願いします。まあ、ヤクルトが2勝、まあ、オリックスが0勝、はい、まあ、1分けということでね、はい、快勝のゲームだったね、はいはい、これオリックス今後はどう戦っていきますか。まあ、あんまり打ててないし、タイムリーって言ってもこう、まあ、杉本の内野安打だとかあんまりこうすっきりしてないし、長打が出てないんだよね。打ち勝つっていうことを目標にした方がいいってことですか。いやでもね、僅差になると思う。やっぱりヤクルトの方が打つのを打つ、ただやっぱりその中で長打が欲しいよね、まあ、杉本なり吉田なり頓宮なり、うん、ランナーを置いての一発っていうのがやっぱり待たれるよね。そうじゃないとやっぱり勢いがつかないよね、ということは、はい、このちょっとね点差開いてしまう一方的な感じもあったので、まあ、ここ切り替えてっていうことですよね。まあそうだな、ただね俺は思うけど、はい、この試合でヤクルト強えなと思ったらダメだよね、もうなんかちょっと終わる、やっぱり、まあ、昨シーズンも負けてるわけじゃない、やっぱりヤクルトはやっぱこう緻密だし、やっぱちょっといかんぞって思い出したらなんかこうゲームに入る気持ちが重くなるし、まあ、そうなったらもうヤクルトの優勝が決まるよね。ただよし分かった、あこうやれば絶対勝てるという勝算を持って戦えるようなちょっとミーティングをしてほしいな。じゃあこの試合をあこうするのはダメだったんだっていう材料にして、じゃあこういうふうにして戦おうっていうふうに持っていければいいってことですかね。まあそうだね、だからまあヤクルトの方は明日から、まあ4戦目5戦目って少しピッチャー的にはちょっと苦しいと思うんだよね、先発ピッチャーが、でもオリックスの方はまあ、田島山岡とか、まだビンビン来るピッチャーがいるので、はい、だからそこら辺に勝機を見出さないと、まあ、ダメかなっていうふうには思うよね。そうですね、なんかちょっとね6戦目は山本投手は回避っていうことでね、ニュースが出てましたので、脇腹の状態はあんまり良くないんだろうね、あそんなね大事に至らないといいですけどね。まあまあそうだね、で明日の先発が、はい、誰だ明日は、はい、オリックス山岡投手、はい、ヤクルトが石川投手ですね。まあ中継ぎ勝負になるんで、明日はね、で山岡がソフトバンク戦に投げた時は素晴らしかったんだよね、まあ、それと石川はちょっと登板がすごく空いてるし、やっぱベテランだからすごく味のあるピッチングになってくると思うんだよね。ただしこの2人の先発っていうことはもう最初から飛ばすだろうし、まあ、4回5回ぐらいからやっぱ継投に入ると思うんで、まあ明日は継投の勝負になると思うしね、はい、はい、そうですね、じゃあまた明日はまた違った戦いが見られる、はいのかな。まあもちろんね、ところで、はい、はい、まあ明日も楽しみですが、はい、まあオリックス大手をかけられないように、そうですね、まあ頑張らないと、もうどんどん苦しくなる一方なんでね、なんとか一勝したいところですよね。そうですね、はい、頑張ってくださいよ。はい、はい。